YouTube でファミマ飯。どうも FEC のキャンプ大好き芸人かまる中地です。 FEC タレント部門の中本ゆりかです。なんとですねファミリーマートと、中央パークアベニューの、はい、店舗がコラボ商品を出すらしいんですよ。なので今回はそちらの店舗に遊びに行こうかな、はい、やったファミリーマートが、コラボする店舗はこちらです。まぜ麺まほろば小座店です。最高、麺大好き。めちゃくちゃ有名なお店ですから。しかも見て、英語がある英語はありますけどね。じゃあ小座だからさ、ほら。はじめまして。店長の又吉です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃおしゃれな店内。本当に混ぜ麺のお店ですか。もうコーヒーショップみたい、ね、カフェみたいな。はい、一旦まほろば小座店さんをちょっと堪能しましょうか、はい、食べたい。綺麗に。じゃあ、はい、もう早速まずは注文しちゃいましょうか。辛いやつとか。辛いの大好き。あ、じゃあこの旨辛台湾混ぜ麺。でもこれ辛さが結構分かれてるじゃん、魔法ローバーで、はい、これってなんかおすすめの辛さとかあります？はい、結構辛いので辛いのが好きだけど辛いのが強くない方はマートフォーで、辛いのが強い方はロートバーフォーでいきます。僕はじゃあ通常の混ぜ麺にしましょうかね。でなんか噂によるとマホロバーさんではなんかトッピング味変をされる人がなんかたくさんいるって言ったんですけど、生野菜が、通常トッピング乗っているので、はい、食感を変える意味で、はい、納豆とかネバネバ系もおすすめです。それでお願いします。早っもうちょっとなんか悩もうよ。いや、もうそれでお願いします。お待たせしました。旨辛台湾混ぜ麺2辛のほどほどです。うわ、うまそう。おいしそう。めっちゃうまそう。こちら、混ぜ麺の納豆トッピングです。ありがとうございます。あ、おいしそう、はい、しそう。直視できない混ぜ方とかやり方とかって何かあるんですか？まずは上のトッピングと下の麺を絡めていただきたいので、はい、美味しくなれって言いながら。なるほど、なるほど。気持ちが大事なんですね。じゃあ行きます。混ぜますよ、本当に。あー、しゃべや。これ食欲そそるわ。これ絶対美味しいやつやな。うん、わ、すごい具たくさん絡んでますね。うん、あ、ほどよい辛さ。ちょっと待ってください、入れてみた。いい感じにピリ辛だし、はいはい、いい感じにこの食材、野菜とか、はい、他の卵とかの美味しさもあるから、はいはい、いいぐらい、まあ、辛いのが好きな方、好きな方はいい。僕は通常の混ぜ麺に見習い豆腐、納豆もプラスして、うわー、下から引き上げてね、美味しくなーれ。どう？美味しい。納豆どうなの？納豆とっても合う。嘘。美味しそう。納豆は絶対入れた方がいいわ。ベースに和風の出汁も使ってますので、それでうまく噛み合ってると思います。店長さん、新カメラ見せるもうまほろぼさんはその卓上のなんか調味料を使って味変するのもなんか有名と聞いたんですけど、左手の方がラー油になります。あ、ラー油。しましまの容器が、柚子胡椒。柚子胡椒、これ何ですか？昆布です。はぁ、昆布。僕はスプーンいっぱいでラー油でちょっといただきたいと思います。うん、結構変わりますね。さっきも美味しかったんですけど、これはこれでなんかガツンとやんちゃな味になりますね。あ、まあ、昆布酢はもう、ね、ちょっと挑戦していい？いいでしょう。結構かけた。うん、ちょっと酢の酸味が先に来るかな、うん、でも最後にピリってくる。ちょっとだけ、ちょっとだけ。柚子の香りで
やっぱりすすった時にその最初に鼻から抜ける香りが、先ほどはラー油のガツンとした香りだったんですけど、今すごい爽やか。締めの追い飯、追い飯ありがとうございます。これを入れて、で残った具と一緒に食べて締めるんです。まあこれはもう間違いなく美味しいですよね。このマホロバコザ店とファミリーマートさんがなんかコラボをするって聞いたんですけど、これは本当ですか？本当です。沖縄ファミリーマートさんから、はい、混ぜ麺を出したいということでご指名がありました。大変だったんでしょうね。大変でした。そうだね。お待たせしました。ありがとうございます。失礼いたします。わ、すごい。これコンビニで買えるってことか。あ、すごい。うわ、どうですか。ちょっともう本家と同じくらい美味しそうです ね。結構多めに混ぜていただくのがポイントです。はい、まほろばの混ぜ麺を再現したというよりかは、ファミリーマートとまた新たな商品を作ったっていう感じなんですか？その通りです。美味しそう。いただきます。美味しい。さっきの混ぜ麺とは違いますか？スパイスの風味が全然違います。うん、本当は、まあね、全然違いますよね。うん、これはこれで美味しいですね。なんか女性が好きそうな味感。うん、結構かけてる。美味しい。どんな味なんだろう。うん、めっちゃ合う。あ、マジで。納豆と一緒にいきたいと思います。汁マットで入れてください。めちゃくちゃうまい。あ、これも合うね。やっぱ海鮮入れるのありだと思う。ドン、ドンっていく。ドン、いただきます。贅沢。海鮮の風味、うん、すごく相性いいんだろうなと思いました。いろんなもの混ぜてもなんか合うよね。だから土台がしっかりしてるんでしょうね。まあ、この改めてファミリーマートと、マホロバさん、マホロバさんのコラボの、はい、混ぜ麺ですね。ぜひ皆さん店頭で見かけた際は購入していただいてね、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。どうも皆さんありがとうございました。